はい、こんにちは。ステレオカメラの相場です。今回ご覧いただいてますレンズは、ライカのですね、非常に人気の高いオールドレンズ、ゼミクロンの 50mm リアルレンジというですね、種類のレンズになっております。ご覧の通りメガネがついておりまして、こちらを、こうメガネをこうですね、取り外すことによって、焦点距離をですね、こう、マクロで撮ったり、通常の 50mm レンズとして使用したりと、デュアルのですね、まあ、焦点距離を楽しめるということですね。デュアルレンジと言われているレンズなんですね。はい。この状態が普通の 50mm レンズとしてご使用いただく状態ですね。はい。こう、ピントリングを前にグッと引っ張っていただいて、こちら側にストンって落としてもらってですね、このメガネをつけると、はい。レンジファインダーで苦手と言われているですね、まあ、70センチ以上のですね、近いですね、焦点距離ですね。以上じゃなくて以下ですね。70センチから、まあ、40センチぐらいまでこれ近れるようになっているレンズなんですね。まあ、通常一眼レフだと40センチとか、まあ、50センチまで近寄るのは全然普通なんですけれども、レンジファインダーだとですね、ちょっとこのレンズが見ている映像とこのファインダーが見ている映像がちょっとズレがあるもんで、ちょっと苦手としているわけなんですね。それを克服したのがこのデュアルレンジなんですけれども、ですね、この個体ですけれども、あらかじめ申し上げておくと、なんかですね、改造が施されている。ここにですね、鋲が入ってまして、さらにですね、この、ここにドリルでこう、穴が設けられているんですね。通常よりも、はい、このメガネの位置が前方にずれるようになってるんですね。おそらくはですね、これによって、通常は50センチぐらいまでしか近寄れないんですけれども、40センチぐらいまで近寄れるようにした改造を施しているんじゃないかなと思いますね、このメガネですね。まあ、通常の 50mm レンズとしてですね、まあ、お使いになる分には全く問題ないんですけれども、一応ですね、このリアルレンジを楽しみたいという方はですね、この何らかの改造がされているということをですね、一応ご了承いただいた上でお求めいただければと思いますね。まあですね、このリアルレンジにするために非常にですね、こう精巧に作られているということで、当時としては非常にガラスも最高の性能のものが使われておりますので、通常の 50mm レンズよりも非常に高精度な撮影ができるということで、わざわざですね、このデュアルレンジのこのレンズをですね、お求めになる方も多いですので、普通の 50mm レンズとしてですね、使う分には全く問題ありませんのでですね、ご安心いただければと思いますね。またもちろんこちらの、まあ、改造したこのデュアルレンジもちょっと楽しんでみたいという方はですね、ぜひぜひおすすめです。はい。ということで、はい、外観の方から見ていきたいと思います。はい。ご覧いただいてます通りですね、ややですね、うっすら使用関係年間はありという感じではあるんですけれども、目につくようなですね、ひどい擦り傷とかですね、使用感はそんなには見当たらないかなと思いますね。この、ピントリングのですね、変色とか擦れもそんなには見られませんし、まあ、全体的にうっすら擦れがある程度ですので、使用感経年間は、まあ、経年並みよりも上と言っていいと思いますね。ただちょっとメガネのですね、この擦れとかが目立つかなと思いますね。はい。ご覧いただいている通りですね。マウント部分にも擦れとか痛みはないですね。メッキの摩耗とかですね。まあ、落下してぶつけたり擦ったりしたようなひどい跡は全くないですね。はい。まあ、外観につきましてはですね、まあ、このビデオと写真を、たくさんですね、掲載しておりますので、客観的にもご確認をいただけましたらと思います。はい。で、レンズですけれども、はい。ご覧いただいてます通りですね、ちょっと、はい。ちょっと汚れたんで、今拭きましたですね。前玉、後玉ともにですね、擦れ傷、引っかき傷、コーティングの剥離とか摩耗は、ない感じですね。はい。中玉にも曇りカビ、バルサム切れなどは、感じないです。見えませんね。
はい。チリホコリはですね、まあ、ゼロではない程度で、ちらほらと見えますけれども、撮影して画質に影響のあるものでは全然ないですね。はい。ご覧の通りの状態です。シリアルがですね、まあ、言い忘れてたんで今言いますけれども、144-9740ですので、ですね、こちらは1956年ですね、の、ドイツ製ズミキロン、デュアルレンジということになりますね。デュアルレンジとしては、こちらのですね、ピントリングの、この、ローレットの幅が狭くてですね、この山側にギザギザがついてますので、前期タイプというですね、バリエーションになっておりますね。はい。絞りの動きも軽快で滑らかですね。腫れの痛みとか、油の乗りはないですね。ピントリングももちろん軽快に、はい、いっぱいまで動いてますね。このメガネをつけた時ですね、もうですね、このギミックも全く問題なくですね、機能してますね。付属品がこちらのリアキャップと、このフロントキャップになってますね。こちらのセットでお届けいたします。はい。ということで、はい。非常にいい状態の、ズミキロンデュアルレンジですけれども、念のためですね、末永くお使いいただくために、全体的な分解整備、清掃、調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で請け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ね、まあ、おそらくはですね、こう、50センチよりも、ちょっとですね、多分40センチぐらいまで近寄れるように、このメガネに改造が施されている、デュアルレンジですけれども、このままでもですね、また撮影にご使用いただく、支障はないレンズで、状態もいいですので、おすすめの答えとなっております。ぜひお早めにチェックしてみてくださいませ。以上です。